の皆さん、こんにちは、カッシオペアです。いやー、カッシオペアも16年バンドやってますけど、今日みたいなのは非常に珍しいですね。今日はもうカッシオペアの前にウルトラマンションがあったということになりますけど、驚きました。またこのステージもなかなかユニークなステージで、やや斜めになってるところがなかなかファンキーでいいわけでございますけど、まあ、というわけで今日はですね、この柏祭りの中で我々演奏するんですけれども、今演奏しましたナンバーの中の何曲かはですね、まあ、あの柏ペアをご存知でない方も、このメロディーだったら知ってるなっていう方もいらっしゃったと思うんですけど、そうなんです、今あのバルセロナオリンピックをよくやってましてですね、それでよくこの我々の音楽がですね、ノークレジットでかかるんですけどね。最近は非常に私ちょっとね気になってるんですけどね、カシオペアの曲がかかるとき大抵日本選手の予選落ちのときかかるんですよ。これなんとかしてほしいなというわけでございまして、まあなかなか今回は日本選手も大変ですね、昨日のマラソンといいですね、非常に好調なわけでございますけどね、その辺で我々もですね音楽オリンピックに参加したようなつもりでですね、今日はですねもう本当にこの駅の前、普段でしたら交通量の大変多いところでございましたけれども、まあ一生に一度あるかないかのこのイベントでございます。もう精一杯行ってみたいと思いますので、どうぞお楽しみください。それでは、つい先日までの暑さが嘘のような、まさに我々の願いが通じたような今日のこのどんよりした天候の中で、次のナンバーは一挙に暑さを吹き飛ばします。カシオペアがシャウンをかけてお送りいたしますナンバー、行ってみましょう。盛り上がるこの曲です。エキセントリックゲーム。We'll be right back.
Thank you.
エキセントリックゲームズからですね、ちょっと懐かしいナンバーで、以前あのカシオペアで1回だけあのコマーシャルに出たことがありまして、 あるカセットのマクセルってカセットのコマーシャルでというやつですね、40年ぐらい前だったと思いますけど、忘れてる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そのナンバーでサウンドグラフィーという曲をやりまして、それから、次はですね、音のドミノ倒しってね、今日はうまくいきましたけどね、失敗しますと大変な世界になりますけどちょっとずつずれていくというか、混ぜた曲で、トミノラインというのをお送りしました。それでは、次のナンバー行ってみたいと思います。今度のナンバーは、最初の方に演奏したナンバーと同じなんですけれども、一番新しいアルバムは、5月の25日にアクティブというアルバムが出ています。ありがとうございます。そのナンバーから、次はもう一曲行ってみたいと思います。曲はこういうタイトルです。いきますよ。灯火。
Thank you.
Thank you.
っかり盛り上がっちゃいましたね。それではカシオペアお別れのナンバーは、再び新しいアルバムアクティブからこの曲でお別れいたします。メッセンジャー。Thank you.
柏田。